シャキーン、植松浩司の恋愛オブス Now on air。 早速いっちゃいます。今回のお悩みはこちらの方です。めっこさん、30歳です。お悩みは、自分から好きになった人に告白して恋が成就したことがありません。自分の気持ちに素直であるべきだと思うので、彼女がいても気にせず告白します。ところが結果は全敗。最近は友達に、相手に好きと言わせなさい、直球すぎると言われる始末です。うん、かといってモテない人は自分から行動しないと何も始まりません。女性から告白するのは恋愛オブスでしょうか、というお悩みです。恋愛オブスです。あのね、自分から好きですって言っちゃダメでしょう。好きなのよねっていうのは雰囲気で表せば十分な気がしますよ。好きだって言われて嫌だなって思う男性はいないとは思いますけど、その男性にその気がなければ、まあ嫌な気はしなくても、次に会う時に変な意識とかしちゃったりとかね、なんかまあ面倒くさいことにもなりますよね。いい気にさせるだけっていう気もするんですよね。まあ、女性ですから、わざわざ好きって言わなくてもいいです。この子いいなって思っていれば、雰囲気で漂わせれば必ずステップが次に進むような気がするんですよね。はい、そんなめっこさん、好きって言ってばかりで好きって言われないめっこさん、どんな見栄えなんでしょう。こちらです。シャン、キャッ、めっこさん地味。今年はシャーベットカラーがトレンドって言われてますね。食べたくなるような甘そうなシャーベットのような色です。まあマカロンのような色とも言いますよね。そんな優しいパステルトーンが流行なのに、めっこさんもう色ない。せっかくですからね、色物を着てあげた方がいいと思うんですよ。例えばこのジャケットね、ツイートで品はいいです、インナーもリボンがついてます。まあでもちょっとなんだかスカートだけがデニムだったりとかして、よそ行きとカジュアルっていう感じね。せっかくだったらスプリングコートみたいなものとか、色の綺麗なそんなアイテムだったらこのデニムのスカートとかにも合うと思うんですけど、ちょっと30歳にしては硬すぎやしませんか。ということでめっこさん、めっこさんにはとっておき色の綺麗なワンピースをペロンと着たらどうですか。まあね、ワンピースだったらどう見ても女の子だし、女の子しか着れないし、分かりやすいこう恋愛モードには発展しやすいアイテムですよね。そもそもなんだか、緩いんだかかっちりしてるんだかちょっと分かりにくいコーディネートなので、そうです、ワンピースペロンで技はいらない完成されたルックになってください。あとね、メイクはまあちょっと素肌っぽくて健康的で、まあね、清潔感もあっていいと思うんですけど、髪のなんかこの、毛先あたりがちょっと傷んでそう、不幸が溜まってそう。10センチ切りましょう。まあ、10センチ切ると身長のバランス的にももうちょっと全体の雰囲気が良くなるような気がするんですよね。あの髪の長さもバランスですからね。スカートの丈やジャケットの着丈やパンツの丈、そんな丈と同じように髪の長さも丈のバランスは大事なんですよ。めっこさん、命名します。好きって言われたがりオブスね。好きって言わせたい、好きって言いたい、こんなのどうでもよくないですか。まあ、自然に好きな人となんかくっついちゃって長く長く幸せに日々を過ごす、それも愛の形の一つでしょ。好きとか言いたい、言われたい、考えない、それもあり。